ここは変わってないな。二人で裏山に入って剣術の練習とかキノコ狩りとかしてたよな。おじさんの家事仕事について行って一日中野山を駆け回ったりもしたっけ。おじさん今も刀を打ってるんだろ。死にました。めっちゃ無視。新宮寺桜さんに会って新宮寺さんみたいになると誓った。そしてここで交わした聖人さんとの約束も私にとって大切な思い出です。さくら覚えていますか、聖人さん。昔聖人さんが私に言ってくれたこと、私に約束してくれましたよね。なんやっけ、え、なんかしたっけ。約束って、え、約束約束、結婚結婚の約束だよな。そうだろ。怖っ。めっちゃ上がった。もう何言い出すんですか、聖人さん。なんて簡単なヒロインだ。やっぱりそういうのじゃないか。そうか、違ったか。覚えてないんですね。もうがっかりですよ。ちょれい。まあ昔の約束だからどうでもいいじゃないか。どうでもよくないだろう、聖人さん。あ、やばい。今なんて言いました。一番よくない回答や。あ、いや、あ、怖いの流れやめろ。ごめん、失言だった。分かればいいんです。分かれば。でも、さくら、昔の約束も大切だけど、今の約束も同じくらい、いや、それ以上に大切だ。今の俺は帝国歌劇団花組の隊長。花組を絶対に解散させないとみんなに約束した。その約束を果たすためには、強敵なんか言いくるめてるな。ロンドン歌劇団に勝利しなくてはならない。頼む、さくらの力が必要なんだ。一緒に花組を守ろう。何ですか。あ、それやべえ。結局私の力が必要なだけなんです。バカさん、新宮寺さんのこともそう。ただ力を利用するだけ利用してバレた。当たり前のように見捨てる。バレてる。犠牲になった人の気持ちなんてこれっぽっちも考えてない。さくら、言い過ぎだぞ。俺はさくらを見捨てるなんて考えたこともない。そういうさくらは俺や初穂の気持ちを、いいぞいいぞ言ってやれ。ちゃんと考えてるの。喧嘩か。知りません。さくら、おい、わがま、はぁ、知りません。そんな聖人さん大嫌いです。メンヘラやん。帰って、帰れ。さくら、聖人さんなんて、逆ギレだ。歌劇団の私の隊長にならなきゃよかったんだ。俺が悪いのか。え、俺が悪いの。さくらも私も帝劇のメンバーはみんな生きてる。さくらくんがさ、やることは一つだってな。間に合わせだっていい。ここに新しい舞台を作ってさ、私たちのレビューをテートの人たちに見てもらうんだ。夜叉が何をしようと、帝劇はテートは生きてるってね。戦いの力じゃない。聞かせて、爪の赤を煎じて飲ましてやりてえよ。もう一つの力で、さくらくんがさ、取り戻すんだ。だからよ、まあ見たら分かる通り帰ってきないんだけどさ、クリスマス公演をさ、さくらくんがさ。それはそれとしてよ、さくらはどうしたんだ。違うんすよ。いない。俺一人で戻ってきた。あ？どういうこった？それが喧嘩になってしまって仕方なく。何が仕方なくだ。殺すとこの子。違うんだよ。でも。でもじゃねえ。どの面下げてのこのこ帰ってきたんだ。この超変木の丸田坊が。
味噌汁で顔を洗って出してきて。おかわみたいな通り方。はじめ。喧嘩か。そうは言うけど。おい、てめえなんかに。止まってもいいですか。私が高かったぜ。違う、桜くんが。緊急事態。ハツホがいなくなった。マジかよ。ハツホがいなくなったってどうして。これハツホの部屋にあった家族って何だった手紙。もうはいはい、俺が悪い俺が悪い。さくらをぶん殴って。えこれからいい勝利、今からいい勝利、この手紙を見つけたのは殴りに行こう。ついさっき急げば追いつけるかも。ありがとうアザミ、行ってくる。あ、え、本当に殴った。てめえこんなとこで何やってんだよ。何を、私の家で何やってたの。勝手でしょ。ざっけんな。いつまで痛いやろ。うじうじとへたれてんじゃねえ。情けねえったらありゃしねえ。うるさい。結構殴りや。こういう時普通ピンタじゃん。もう何なのよ。いきなりやってきたと思ったらいきなり殴りかかってきて、わけわかんないよ。うるせえ。今のお前を見てるとイライラすんだよ。また殴ったよ。神宮寺さくらかもしれないから戦えないだ。すごい殴るやん。甘ったれるんじゃねえ。めっちゃ危ないやん。何が分かる。顎に来るやろこれ。大切なもの、目指すものを持ってないあなたに。ひどいこと言うな。何が分かるのよ。さくら君めちゃくちゃひどいこと言うな。大切なものあるさ、歌劇団のみんなに。なんていい子なんだ。神社のみんな、そして。あかん、泣きそうや。さくら、お前だよ。私はさくらが一番のダチだと思ってる。出会ったあの時からずっと、だから一番のダチだから。これがこのゲームナンバーワンよ。嘘やろ。お前が間違った方に進んだらいつだってこうして殴りに来てやるんだ。お前がやめてくれって言っても泣いてもぶん殴って絶対に正気に戻してみせるんだよ。お前はどうなんだ。大切なものをどうやって守る。神宮寺さくらが悪に落ちたら泣くだけか、ただ立ち止まってるだけか。どうしろって言うのよ。めっちゃ発狂せえ。大切なものを守れよ。お前の、お前だけの正義だよ。うるさい、うるさい、うるさい。もう、ああ終わった。もう黙ってよ、黙れ。ああもう終わった。もう分からずやだ。え、明日のジョーや。やめろ二人ともって聞いてくれる雰囲気じゃない。間に合え。結構遠いぞ。大神さん、大神さんじゃね、神山さん。あ、すごい割り込んだ。ナイス、強い。大丈夫。痛い。気絶した。おい、金剛やん。普通に胸叩かれて気絶するってもう金剛心筋梗塞やろ。俺は聖兄さんが私と初穂の間に入ってきたんです。初穂はすごいんです。無理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 。ハキハキしてて、でも信念がないと思ってるんだな。大切なものをきっと。いや無理無理。でもさくら君は信念がないと思ってるんだよね。かもしれません。お父さん言ってやってくださいよ。お宅の娘さんやばいっすよ。甘いっすよ。あとはお前の好きにすればいい、それだけだ。うん、聖兄さん、ハツホ、うるさい。私は黙れ。本当に来たやん。あ、大
だいま。やべ、バイトバック、バイトに無断欠勤した次の日ぐらい気まずい。ありがとう。君のおかげで勝てたよ。ちょっと謝った。神山隊長。いいよ。これから謝るんや。そしてオーブン。みんなのおかげです。ここに戻ってきて本当に良かった。あとすげえ謝る。ありがとうございます。私ようやくわかりました。謝れ。わかったって何を？謝れ。私は。新宮寺さくらさんになりたいんじゃない。新宮寺さくらさんみたいにみんなは帝都の人たちを守りたいんです。その夢は夜叉が誰であろうと私だけの夢。はい、ごまかしてるな。変わることのない私が決めた道だったんです。謝れ。あ、もし今の新宮寺さんが道を間違えていたのなら私がこの手で新宮寺さんを正してみせる。その覚悟こそ私に必要なものだったんですね。いい顔になったよ。とても綺麗だ。そんな謝れ。綺麗だなんて恥ずかしいよ。謝れ。いや、そういうことじゃなくて道を見つけた顔をしてるってこと。ああ、なんだ。謝れ。残念。そういえばさ、俺も思い出したよ。何をです？私は道具だったんですね。子供の頃から言ってた。うるさい。俺は花組の隊長になって必ずさくらちゃんを守るよ。約束だよ。うん、約束する。約束守ってくれましたね。この約束だけは絶対に守るよ。ほな家族か。君を守り抜いてみせる。でもな、おかんが言うにはなんかちょっと気に食わないことがあったらすぐ黙れって言うらしいね。それってあのプロポーズとかそういう。ほな家族ちゃうな。何か言ったかい？なんでもありません。隊長になって守ってくれるって言った後、あの後のもう一つの約束のことは。え、何かあったっけ？覚えてないんですか？信じらんない。謝れ。もう一番肝心の約束なのに。さくら、ちょっと落ち着いて。落ち着けません。今すぐ思い出してください。そう言われても。うるせえな。何なんですか、こんな夜。またひすり出した。兄さんの顔じゃ。